こんにちは、卒業式です、ここ数日続いてるんですけども、小学校、中学校、高校と卒業式を取ってまいりました。気がついたことといえば、ご存知の通りですね、このコロナで式典がですね、もうだいぶ縮小しているということで、歌がなくなったりとか、言葉やですね、歌の掛け合いとか、在校生とのやり取りがなくなったりとかですね、ご来賓もいらっしゃらなかったりとか、こういったことで、いろいろこう変化が起きています。で、今回も、ほとんどがですね、在校生っていうのがほとんどいなくて、ほとんど保護者、卒業生、あと学校の先生、この3社しかいなくてですね、かわいそうになるぐらいの式典ばっかりだったんですけども、思い出としては残しておかないと、あげないといけないということで、ビデオ撮影が最近すごく多くなっています。今回は、小型カメラが全部で5台、あと僕が移動する業務用の大きいカメラが1台、小回りが効くようにスタビライザーのカメラが、1台、あとは、学校を出てくるシーンを撮るために、僕は下から撮るんですけど、ちょこっと撮ったらすぐドローンに切り替えます。上空からですね、上空からの風景を、ドローンで前景を少しぐるっとこう大きく旋回しながら、止まりながら撮ります。その後は椅子を下ろして、また下からですね、こういった作業を今回も一人で撮っていました。スタッフはいるんですけども、一人で撮れるようになると、こういう行事って重なりますんで、撮れる学校が増えるわけなんですよね。一つの学校に2人3人とかで行って撮るというのもいいんでしょうけども、一人で十分撮れるというのを確信できたので、もう一人は違う学校も行って撮れるわけなので、この辺もですね、いろいろ考え方があって、どの辺まで望んでいるのかっていうのもあるんですけどもね、十分これでも満足して喜んでいただいているので、これはこれでいいんじゃないかなと思っていました。どうやって撮っているか、どうやって撮ったか、どういう配置で、式次第ありますよね。その時点で僕一体どこにいたりとか、どう移動しているかっていうのをですね、簡単なんですけども、手書きので、フリーハンドでちょっとこう図にしてみましたので、参考に見ていただけると嬉しいです。今回コロナのような卒業式、だいぶ縮小された、式典、式次第にはなっているんですけども、普段はですね、もう少し長めのご来賓も 2,3 名いたりとか、あとは下級生と卒業生の言葉の掛け合いっていうか、呼びかけですよね、こういうのがあったりするんですけども、式典自体がもう半分くらいに時間短縮されてしまうような、そんな状況ではあったんですけども、そういった感じの中での式次第で進行されました。それと持っていく機材はご覧の通りです。だいたいこれは一つの式典に、持っていく道具ですね、最低限これは必ず必要です。下の方から説明していきたいと思います。まず下から、三脚ですよね、中くらいの三脚、あと小さい三脚、これはその場その場に応じて、対応できるように、サイズの違う三脚をわざわざ持っていきます。こちらが、スタビライザー付きの、動画撮影、最後をシネマ風に撮って追いかけるためのスタビライザーです。これはGUNのスタビライザーです。カメラはロミックスの GH5S をつけています。動画モードは 30p ですね。シネマ風に撮影していきます。あと少し右に行きまして、これは車がついていますね。これは畳んでいますけども、広げて、業務用カメラを上に上げて、転がしながら撮影するための車です。ドーリーって言います。あと少し左に行って、ここはですね、
三脚の上にビデオカメラ、小型カメラをつけるのに、必要な雲台の上につける、ベース土台になっています。でその上がクリップ式の雲台です。これはいろんなところに挟めたり挟み込んだり、押さえたりすることができるので、三脚がないところでも非常に重宝します。その上が業務用ビデオカメラにつけるライトです。このライトも、逆光だったりします。卒業式は午前中ですので、体育館とかの窓から光が入ってきたりとか、影になったり、こういうことを防ぐために LED のライトをいつも持っていきます。この大きな三脚は手前の方が業務用カメラの三脚です。その上が写真用の三脚です。これ一番伸ばしちゃうと5メーターくらいまで伸びる三脚で、だいたいいつも3メーターくらい高いところ、ここにカメラをてっぺんにつけますので、カメラをよく人が横切ったりとかしても死角に入らないように、わざと3メートルくらいまで上げて上から取り下ろすようにしています。このケースの中にはですね、このケースはですね、小型カメラが5台、念のため予備で1台、すべてソニーの HD カメラを使っています。左側、ここはですね、ワイヤレスマイクを2つ持っていきます。発電の放送用にもよく使う周波数のワイヤレスです。なぜかというと、学校とかいろんなイベントスタジオとか会場に行くと周波数が被ったりする場合が稀にあるんですよね。放送用に使っているような周波数だと学校とかでもね、あんまり使ってないので被ることがまずないので、あえてこのワイヤレスを 2台持っていきます。ステージの上のマイクスタンドにつけたんですけども、これは Bluetooth をつけています。ここをですね、会場の方から見えないようにマジックテープでマイクを仕掛けておきます。体育館のスピーカーから聞こえる音だと反響したりとかして言葉がはっきり聞こえませんので、あとはきちんとした音響設備のある会場ではないので、音響から音をもらうということもできないので、自分の喋ってる人の声は自分のマイクで拾うと、こういうことが必要だと思います。司会の方もですね、体育館のスピーカーが反響するので、司会のマイクに同じようにマイクを仕掛けて、自らその音を取るようにしています。あとは左に行って、業務用カメラですね。あとこの小型カメラのこの上に白い四角い紙のようなものが、板のようなものがあるんですけども、この白い紙はですね、ホワイトバランスを取るために、この白い紙っていうのはですね、必ず持っていきます。それと最後に、ドローンですよね。 DJI のファントム4 Pro V2 ですね。これを1機持っていきます。これは最後の最後にですね、学校を全て終了して出てきた生徒、もしくはその保護者とか先生方とかを上から空撮します。上から空撮することで、普段あんまりこう見慣れない風景を入れることで、見ている人をびっくりしたり驚かせたりすることができる効果がありますので、ドローンで必ず上空からですね、斜め上から撮ったりして、見る人の目を引きつけたり、そういう工夫をしています。道具はですね、大体これで全てです。今回はこれで全てになっています。これを台車につけて、ベルトでくくりつけて、それで現場まで1回で荷物を持っていけるわけなんですね。卒業式ですので、一般的な配置かと思うんですけども、地域とか場所が変わると様々な配置になったりとかっていうのもありますけども、一般的にはここにステージがあって、前の方に卒業生で、後ろの方にはですね、今回は保護者の席が設けられていました。通常であれば卒業生が来て、
その下に、ここにですね下級生がいるんですね。で保護者がさらにこの後ろにいるケースとか、あとこの脇のあたりにいるケースとかがあります。今回は卒業生、保護者、これだけの配置になっています。ご来賓もですね今回は1名だけでしたので、通常はここの方にご来賓が設けられます。でこちらの方には学校側の、校長先生から、担任の先生始めた列がここにあります。司会者はですねこの辺にあります。一般的にはこういう配置かと思います。まあ、コロナでだいぶ時間的なものとか、プログラム的なものがですね短縮されていますので、比較的簡単な撮影ではあったんですけども、基本的な配置はだいたい同じような配置になります。まずカメラの設置位置なんですけども、まず、ここがちょうど体育館の一番後ろになります。ここからまず前傾ですよね。すっぽり入るような前傾のカメラをここにまず1台設置します。それでその後はステージだけ、ステージはですねちょうどこの辺でこう区切れてたんですけども、このステージだけのアップを撮るためのカメラをここに配置します。あとは祝辞とかですね、卒業証書を授与する時のこの演壇、ここのアップだけを撮るためのカメラを設置します。ここでもう3台使うんですね。ここは固定になります。あとは通常であれば呼びかけとかあるあたりは卒業生、こちらの方に2つに分かれているので、こちらの方のカメラが1台、こちらの方を撮るカメラが1台設置します。あとは僕が移動するカメラで喋っている人をアップしたりとかという作業を繰り返すことになります。僕はですねだいたいこの辺行ったり来たりします。今回はありませんので、ここに向けるカメラはこっちからの方向はないですね。呼びかけはですね下級生の方を向くので、今回は呼びかけがないので、全てステージ方面を向いていたので、今回はここに向けるカメラはですねこの辺からこう向けるんですよね。こう向けるかクロスさせてこう向けるかどっちかなんですけども、今回は前を向いていたので前方に2台カメラを設置しています。それがこの辺とこの辺ですね。でこの辺のカメラはこっちの方向きますね。これはこっちの方向きます。ここは固定になります。この時点だけで 1,2,3,4,5、 ここでもうすでに5台使いますね。今回はこの5台で撮れました。あと僕が移動する移動カメラが1台、こういうルートをたどります。あとはですね、体育館に入ってくる際にここが出入り口になっているんですね。この辺が出入り口になっています。この辺ですね。一番最初まず入場します。一般の保護者とご来賓が入場します。その時は僕はですねここにいます。ステージの上のここにいます。で入ってくる人をここから捉えます。まず保護者が入ってきて、でたまに保護者の方にカメラを振ったり、また入り口に向けたりと、これを繰り返します。次にご来賓が入ってきますので、ご来賓が入ってきて席に着くところまで捉えます。こういうルートになりますね。僕はここから追いかけて撮ります。で全員入ってしまった後に、次はだいたい一般的には修例から始まります。修例の時はですね僕がここから全体を、一番レンズをズームを引いて全体を撮ります。でここに司会がいますので、次はですね開式の言葉ですね。開式の言葉という、まあ、第一声は大事なので、僕はここから司会の方を撮ります。まず次国歌ですね。国歌は今回は歌はなしで聞く
くだけでしたので、卒業生の雰囲気とかですね、こう顔のアップとかを、歌って音楽が流れてる間、ここからここまでまんべんなく撮ります。次は卒業証書授与。ここはですね、それぞれのこう学校とかによってやり方が違うと思うんですけども、今回はですね、右と左に2つに分かれています。一番最初はですね、こう上がってこう降りてくるんですけども、一連の流れとしては、袖から上がってステージに来て、先生から授与してもらって、で真ん中から降りてくると、で自分の席にそれぞれ戻ると、こういう流れになります。ここが重要ですので、僕はステージの上にいるカメラでこう上がってきて、生徒が先生から授与してもらうシーンを生徒の方に向けてカメラを向けて撮ります。読み上げている最中は生徒のアップに集中します。手渡しする際に少しズームを引いたりとかして、次の卒業生を捉えます。こういった流れを、一連を人数分繰り返します。で、まあ、最後の人は、音楽もピアノも止まって注目されますよね。ステージから降りて自分の席について最後の座るまでを捉えます。これが終わったらですね、次は校長の式辞というのが今回ありました。校長式辞の時はですね、急いでこっち側にカメラを振って、校長式辞という言葉とともに僕はステージを一旦降ります。校長が上がってくる前に僕はカメラをそっくり持ち上げて下に降りてきて、一旦はここの辺でスタンバイします。で、校長が上がってきて話をします。最初を少し映したら、あとは別カメラここの辺とかに切り替えて、僕は今度は卒業生をこの大体この位置からですね、この辺とかこの辺とかですね、ズームを使って撮ります。何列か列になっているので、移動しながら間のこの辺の2列目、向こうの2列目とかをですね、横顔ですけども結構撮れますので、この辺をこう話の中の内容以内で、撮っていきます。あと保護者もですね、保護者はですね、あんまりアップしなくてもいいので、大体はですね、さらっとこう塊を何パターンか撮って、それでいいのかもしれませんね。まあ撮り方もいろいろあるんでしょうけども、卒業生ほどそんなとアップはですね、この段階ではまだ必要ないと思います。で、次に教育委員会告示というのが今回ありまして、ご来賓の方がここにいらっしゃって、その時にはですね、もう僕はここのこの辺の位置にスタンバイしてます。同じようにステージに上がってくる間はですね、この全体を映します。雰囲気を止めないように、切らないように、全体のこの辺のカメラどれかに切り替えて、ステージに上がってこの辺まで来たらで、この辺のカメラに切り替えて挨拶が始まります。出だしはですね、僕はだいたいこの位置からちょっと斜め前方から入ります。で、下にテロップを、誰誰って入れて、話が終わるまでまた卒業生とか保護者とかですね、あとは先生がここにいますので、先生の風景とかですね、こう雰囲気とかを撮るようにしています。あまりですね、この喋っている人ばっかりにカメラを向けても見てる人が飽きちゃうので、だいたいこういうですね、卒業生とか保護者、ご来賓に、カメラを向けるようにしています。あとはもうここまで来ればですね、だいぶ楽になってきます。記念品贈呈っていうのがありまして、学校から生徒、生徒から学校っていうのがあって、それはですね、ステージには今上がる必要はないです。まあ、上がってもいいんですけども、折々がですね、すごいこう式典の中なので、見苦しい点とかもですね、いろいろ出てくるので、僕は上がらないようにしています。だいたい斜め横からですね、下ステージの床から下からなので、ちょっとまあ見上げた感じにはなるんですけども、雰囲気が分かれば
目録なので読み上げて何をもらった何を送ったっていうのを言ってくれますので、まあ、ここまで上がる必要はないと僕は思っています。あとはもう一般的な流れです。祝電披露は司会者ここにカメラを向けますので、それまでにはここにまた位置に戻ってないといけないです。で祝電もですね、今は読み上げることはほとんどなくて、玄関前に貼ってたりとか、廊下に貼ってたりとか、そういう専用スペースに貼り付けることが多いので、いちいちですね全部読み上げるっていうのは今のところはあんまりなくなっています。もうここから大体ですね、一般的には、卒業生が回り右して在校生の方を向いて呼びかけとかですね歌の掛け合いをするんですけど、今回はそれが一切なしなので、いきなりここから校歌になります。校歌まで来るともうクライマックスです。泣く子を探さないといけません。涙ぐんでる子を探さないといけません。卒業生も、まあ在校生とか保護者もそうですけど、泣く子をまず探すと。また歌ってる間はですね、だいたい2番3番学校によっては1番で終わるところもあるんですけど、大体はもうフルコーラスで歌います。2番3番が多いんですけども、長ければ長いほど生徒を映して泣いてる子も映せると。と忘れてはいけないのは校歌の最中の担任の先生ですよね。ここも映してあげないといけません。一番泣きやすいのはやはり保護者ですよね。保護者の方はまあ必ずって言っていいほど、結構な数で泣いていています。卒業生もやっぱりメインですので、泣いてる子も探して、今回は校歌が2番なのでそんなに長くもないのでちょっとこう早いペースにはなったんですけども、1列2列3列と4列5列ずっとこう取ってはいたんですけど、あとはもう形式の言葉ですね。校歌が歌い終わるまではもうここの位置に戻ってないといけません。そしてここから司会者、形式の言葉で以上で〇〇〇を終わります。あと修礼はですね、また、ここの前方から今度下からですね、卒業生のこの辺を中心にここから移して、下から移して修礼をします。修礼をしたらですね、ここからもじもじしてはいられません。ここから今度退場しますので、急いでここの出入り口までカメラを移動します。で、ここの図から行くと今回は卒業生が中央を通ってこういう感じで出ていきますので、ここの辺にカメラをでスタンバイするよりはこっちの方でねスタンバイした方が、顔と卒業生のこの歩いてくる姿を一番長くこっち方面から一番長く撮れる角度かなと思っています。あと一番最後が出て行ってしまった後は、一番最後はですね、まあ、ほとんど一礼をして丁寧に出ていきますので、ここその最後の子がですね出て行って見えなくなるまで僕はいつもカメラを回します。こういう感じですね。一人でも撮れる卒業式、まあ、今回はコロナで特別短縮になったプログラムとかなんですけども、これが仮に呼びかけになったとしてもですね、ここのカメラをこっちからじゃなくてこっちから向ければ卒業生の全体掛け合いをするときに振り向いて回り右してくれますんで、生徒の全体は左右撮れると。あとは僕の自分のカメラで、アップを狙っていく、こういう感じで、何かあったらまずここですね、全体なのかステージなのか演壇なのか、ここを必ず設けることによって式典の全体の流れを、止めることなくですね、一連のその流れを作ることができるんですね。この段階でカメラがもうすでに 1,2,3,4,5、 これ小型カメラの固定がもうここで5台ですね。で、僕のカメラが1台ということになります。このケースからいくと最低5台は必要なのかなと思います。あと、
今回は一番最後の子が出て行った後に大きなカメラを一度ここに置いて、でスタビライザー付きの、カメラで教室までですね、後ろ一番後ろの子を追っかけていきます。ここからはドキュメント方式ですよね。ドキュメントのようにその子が泣きながら、クラスに戻っていって、みんなでこう泣きながらとかですね、こうワイワイしながら、そういったことを映しました。で間もなくすると、担任の先生が入ってきて、まあ、いろんなお話をするわけなんですけども、ここもドキュメント形式で撮るようにしました。でお話が終わったらですね、もう長々と、クラスに残ってるんじゃなくて、撮影する側はですね、もう急いで外に出たらですね、今度はドローンで学校からですね、生徒が出てきたり、あと保護者の方が出てきたり、そういった雰囲気をですね、最後はドローンで、上空からこう外観を見下ろして空撮します。こういう感じの一人撮影の説明でした。この内容がですね、ちょっとでも良かったなと思っていただけましたら、チャンネル登録、そして、高評価ボタン、いいねボタンを押してもらえると、大変励みになります。それでは今回はどうもありがとうございました。最後までご視聴ありがとうございます。また次の動画でお願いいたします。